どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きやっていきましょう。今回もワンツードン始まります。おっと危ない、コントロール落としかけだ。さて恒例金曜日はこの人、生徒 A 君だ。ドーン、生徒 A 君。あーいたいた、こんなやつ。なんかやばいな。相変わらず。どんなことしよっか。うん、あの今日はお姉さんに大事なお知らせを持ってきたんだ。何？ん？どんなことかな？大事なお知らせ。お姉さん、今日で出番おしまいだから。え？うん、わかった。じゃあねー。え？え、嘘？え？え？え、本当に？あ、そのまま終わっちゃうの？え？驚くしかないという。草津さん？また女でも引っ掛けに来たのか？違うわい。こういうのする方を向くと憎たらしい表情でサブが俺を見ていた。サブ、草津さんは？いないよ。え、今日も休み？何を適当なこと言ってるの？あ、よかった、いた。私はここよ。うん。あ、よかった、元気そうで。うん。ミリー。おお、よかった、探していたんだ。今日行ってもいい？おお、堂々とガールハンとか。おい、お前はいつの時代の言葉を使ってるんだ。ガールハントって本当使わないよね。あ、ててそれに先生は毎日私んちのお風呂を借りに来る仲なの。うん、仲っていうと会社変わるんだけど。改めてお願いしなくてもいいじゃない。まあまあ、いや、おじいさんに挨拶にだよ。あ、そっちだね、確かに。え、ん、どうかな、やっぱりきちんとしてる人がいいと思うんだけど。あ、うん、いいよ。あー、そっか、じゃあ一緒に帰ろうか、ついでだし。あ、もう放課後。うん、何？一人？うん、そう、俺一人。うん。おう、何？いや、なんでもない。へえ、そうか。じゃあ、それじゃあまた後で。あ、別に放課後ってわけじゃねえんだ。多分授業中というか、休み時間だろうな。あっと、そこの体罰教師。た、体罰教師って俺のことか？やってるっていう、早速。だからすぐに手を出すなよ。お前は一言多いんだよ。こら、話せってば。ったくもう。まあまあまあ、それで何の用だよ。お前、ミリのことを狙ってんのか。狙ってないわい。はあ、どうなんだよ、はっきりさせろよ。なんなら屋上で怠慢すか。よくもまあ怠慢という言葉使いますな、中学生で。お前はなんかの漫画でも読みすぎたか。お前がマジかどうか見極めてやんよ。違う違う、分かったから、普通の言葉使え。あのな、俺は草津さんに対してマジだ。まあびっくりするよなって言ったらどうする。なんだ、引っかけか。びっくりした。びっくりしてるね、思いっきり。そういうお前こそどうなんだよ。なんで草津さんのことになったら突っかかるんだよ。別に突っかかってねえよ。おお、そうか、お前はとってもわかりやすいんだけど。だよ、バカにすんのか。いいか、落ち着けサブ。今からサブにわかるお話をしてやるから。今すごくバカにしただろう。うん、あー、そうだ、あのな、俺は21歳、お前は13だよ。21の男が13の女の子にやきもきすると思うか。そんなのわかんねえだろ。あー、わかった、じゃあ今からサブでもなんとかわかるお話をしてやるから。さっきよりもバカにしただろ。よしよし、それくらいはわかるな。
じゃあ21から13を引くと8。ああ、20歳過ぎの男が8歳年下の女の子にどうこうするか。うちの父ちゃんと母ちゃん13歳年下だぜ。まあ、マジか。分かった分かった。じゃあ今からサブだってもちろんちゃんサブだってもちろんちゃんと分かるお話をしてやるから。あーもうバカにすんな。いいか、お前は13歳って言ったよな。おうよ。ああ、お前の8歳年下5歳の女の子にやきもきすっか。うだろ、そういうことだよ。そうだよね。うん、でもなんとなく納得いかない。なんでミリばっかり色目使ってんだよ。失礼な色目なんて。ああ、もうわかったわかった。じゃあ今度お前の家にも家庭訪問してやるよ。すげえめんどくさそうに言うな。あのさ、廊下で私の名前を連呼しないでくれる？あ、聞こえてた全部。それはすいません、いろいろと。ミリ。うん。あれ、もう掃除終わったのか？そんなのとっくだよ。あのね、学校中に響き渡るようにバカな話をしないでよ。バカな話。恥ずかしいな。すいませんね。まあこのサブがわけわかんない話してたからな。まあしょうがないよね、バカだし。ここはいつも通りだ。バカバカ言うなよ。まあまあまあ、うん。まあいいや、行きましょう先生。うん、そういうこった。悪いなサブ、君の気持ちはよくわかってんだ。いろいろとわかりやすいもの。うん、俺と草さんは並んで農道を歩いていた。学校を出る時間がいつもより少し早い。なんだか少し奇妙な感覚にとらわれる。俺の横を歩いてるのは草津さん。いつもは笹平さんがいるぐらいだから少しそれにも違和感を感じる。太陽がまだ高く地上の空気を熱していた。俺はその不快感を少しでも和らげようとボタンを一つ外した。あっち。え？全然暑くないよ。嘘でしょ。そうか？この程度でうんざりしてるなら、うん、これからの季節ここじゃ暮らせないね。死んじゃうよ。それとも先生の住んでいるところはそんなに暑くないの？いやそんなことはないよ。けどだいたいエアコンが効くところにいるからさ。意外と軟弱者なんだ。ドキ。違う、現代人と呼んでくれよ。軟弱な現代人だ。さしずめ私は頑丈な縄文人だ。うお、そうだそうだ、草津さんはあらゆる環境に適応できるスーパー縄文人だ。うん、余裕だね結構。うん、他愛のない話で盛り上がり、草津さんが思ったより元気そうでホッとする。ね、ちょっとあの映像の方が乱れてしまいました、申し訳ございません。まあ彼女はね天真爛漫の方がいいですよ。その方が周りもホッとする。もしかしたらおじいさんの容態も思ったより悪くないのかもしれない。それでさ、おじいさんの様子は？え、そこそこ。そこそこ？最近、口数が少しだけ増えた。おお。先生のおかげだよ。先生言ったよね。うん。じっちゃんが元気になるのを願うのが最大の看病だって。まあ確かにね。ああ、もちろん。だからね、私、元気で笑うようにしたの。そうか。どういうこと？あんまり好きな言い方じゃないんだけど、うん、そこに伏せているじっちゃんを見て自分は変な準備をしてたんだなって反省したの。なるほど、反省？うん、自分でも知らず知らずのうちにじっちゃんがいない毎日が突然やってきてもショックが大きくならないようにあれこれ考えてたことに気づいたの。無意識にね。それじゃダメだって思うようになったの。いいじゃない、それに気づけば。悲観的に考えても何もならないよ。だよね。うん、そう、当たり前だ。うん、よかった。うん、先生。はい、何？ありがとう。いや、いいんだって。そんなこれくらいで感謝するなら、これくらいで感謝するな、大したことじゃない。うん、うん、嬉しいよ。うん、先生にも感謝したいし学校のみんなにも感謝したい。それにちょっと嫌だけどサブにも
も感謝してやってもいいかな。サブにもね。サブにはきちんと礼を言ってきな。あいつはあいつなりに君のことを考えてる。うん。そんなことないよ。いやいやいや。いや、サブは素直に言えないだけだ。まだ素直に自分の感情を表すのが下手なだけなんだ。どうして？うん、きっと誰かにきちんと自分の気持ちを伝えたことがあまりないんだろう。ねえ、その話もっと聞かせて。いい。彼女の目が興味を持って俺の顔を見つめる。そのあまりにも純真な顔と久しぶりに他人にじっと見つめられることに気恥ずかしさを覚えながら話し始めた。誰かに自分の気持ちをうまく伝えるのは難しい。俺もそれを毎日感じる。だからサブや君の年ならもっともどかしい気持ちを感じてもおかしくないんじゃないかな。まあおっしゃる、確かにそうだな。難しい時期だしね。どうかな。ん？例えばラブレター。え？うん、確かにラブレターは自分の好意を伝えるのはいい方法かもしれない。でもね、手紙は気持ちを伝えるだけで自分自身を正確には伝えてくれないんだ。どういう意味？うん、手紙で感じる人柄以上にその人のいい部分はあるし、逆に悪い部分も伝えていない。それがもどかしいんだ。だから人は悩むんだよ、自分の気持ちを伝えることを。うーん、まだいまいちピンとこない。そっか。うん、だからサブはああ見えてきっともっと伝えたいことがあるんだろう、俺や、そして君にさ。うん、そうだよね。うん、そうさ。そしてそういう気持ち、おじいさんにも、そういう気持ち、おじいさんにも気持ちが伝わってる、きちんと伝わってる、そう思うよ。外野の俺が勝手に分かったふりしてもしょうがないけどさ。そんなことないよ、じっちゃんといっぱい喋ってあげて。うん、多分喜ぶと思うから。いやー、ありがたい。ああ、分かった。それから俺と草さんは取り留めのない話をしながら彼女の家へ向かう。そんな話をするたびに彼女の笑顔が積み重なっていく。その表情に安堵の気持ちが湧き起こる。彼女の笑顔に久しぶりに家族への憧憬を抱いたのかもしれない。この実習期間が終わると俺は留守を守る人が誰もいない6畳間のアパートの一室に帰る。その虚無感から少しでも逃げられるような気がしたからかもしれない。そうだね、なんか俺も今度実家帰ろ。うん、帰ったよ。うん。ああ、おかえり。ああ、ちょっと元気なさそうな。あのね、ちっちゃん、岸森先生が来てくれたよ。うん。そうか。どれ、ちょっくら。いやいやいや、うん、大丈夫。いいよ、今からそっち行くから。うん。先生、遠慮せずに早く上がってよ。おやすさん、大丈夫だから。な、お邪魔します。大丈夫でしたか？いろいろとちょっと。まあ、お話聞かせていただきましたけど。おお。ほんの数日ぶりに見た彼女の祖父は、ひどく頼りない姿だった。それでも笑顔は絶やせない。そして草津さんも笑顔を絶やさない。ああ、昨日は風呂に来なかったな。うん、ちょっとまあ、はい。少し。まあ、男には男の事情があるわな。うん。でも、先生って職は小綺麗にしてないとガキどもに舐められんぞ。いや、すいません。はい、それはもう。どうですか調子は？そんな病人扱いすんなや。本当はな、うん、俺。何？そう言って上半身を起こそうとしたが、草津さんに慌てて止められた。ほらちっちゃん、無理しないで寝てな。ああ、たく、人を年寄り扱いしやがって。さっきも組合の奴らがおべんちゃら使いに来やがったんでぶん殴ろうとしたところだよ。ああ、マジか。みんななんだかんだもう和樹さんのこと好きなんだね。またそんなこと言って。うん、きっと今のちっちゃんは人生のバカンスなんだって。なるほど。なんだよ、横文字で難しいこと言うな。ちょっとだけ休めって言われてるんだよ。うん、そんなの、のしつけて叩き返したい気分だよ。いやそこまで言えるなら安心だ。うん、当たり前だ。みのり、ちょっとじっちゃんのお願い聞いてくんねえか？ん？何ですか？何？あのな、
さっき若いのが俺に香典代わりに西洋水管持ってきやがったから、厄払いに食っちまってくれよ。ったく、人早くも死人扱いしやがって。香典代わりって、もうそれはみんな元気になるようにってお見舞いだって。そうそう、なんでもいいから、とにかくその西洋水管切って持ってきてくれ。西洋水管ってなかなかいい人少ないけど。西洋水管って何？ん？西洋水管は西洋水管だろう。メロン？あ、草さん、それメロンのことだよ。ああ、それそれ、どうもカタカナ苦手でな。なるほど、メロンね。じゃあちょっくら行ってきます。頼むよ。草さんはてへーと舌を出して笑った後、いそいそと部屋から出ていく。窓は全開になっていて、そこから風が入ってきていた。外はあんなに暑かったのに、入ってくる風は涼しく心地よい。外から見える風景は一面の海だ。おじいさんの一生は海と共にある。まるでそんな人生を象徴するかのような風景だった。さすが学士様は学が荒な。いやいや、そんな。え、さっきのマロンの話だよ。メロンで、メロン。メロンですよ。それにまだ学士の資格は取ってないですよ。なんだっていいよ。いや、今日はすまねえな、ゴロゴロしたまんまで迎えて。いえいえ、そんな、そんな気にしないでくださいよ。なんだかな、体が急に言うこと聞かなくなっちまってな。ああ、やった。うん、ゆっくりと起き上がろうとするのを慌てて押し止める。その姿はひどく弱々しく、以前の威勢の良さは感じられない。無理をしないでください。そのままで自分は構いませんから。すまねえな。あのな、あんちゃん、うん、みのりは学校で元気にやってるか？もうそれは元気ですよ。こっちが手を焼くぐらいに。さすがわしの孫だ。うん、でもそろそろ女らしくなってほしいもんだがな。え、それは自分も少しだけそう思います。そうだよな、あいつの花嫁姿見るまでは死ねねえな。うん、まだまだおじいさんは元気ですよ。よせよ。うん、え、他人だからこそおべんちゃら使ったって、老いぼれのわしからはもう何にも出ねえぞ。いや、そんな。彼女がいなくなった途端に老人の口から吐き出される生を諦めた言葉。彼は命のろうそくの芯が残りいつまでかを測っていた。実りに向かわせたのは、実は二人っきりで話がしたかったんだ。いや、もうやだなこういう感じ。まあでもしょうがないな。次回来ます、お楽しみに。じゃね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。